あやさんこんにちは、元気です。アマルのラッシュの成功率を上げる小技を教えてくださいってことで、今回はちょっと面白いやつ教えていこうかなと思います。で、今回教えるのがアマルってなんで弱いのかって、一人で入るからなんですよね。要はポイントに対して誰もいないところに一人でポイントバーンって入っていって戦うんで、まあ負けちゃうんですけど、あれ二人だったら別にそんなことないんですよ。なのでどうするかっていうと、最初にこれブリーチングチャージこうやって貼るじゃないですか。で、これブリーチングチャージ貼るとバリケードが開く前にこう振り子ができるんですよ。で、これを利用してあげると、その今までだったら一緒に入ろうと思っても、アマル入った後に遅れて入ってくるっていうのが同時に全く同じタイミングで入るようになるんですよね。じゃあちょっと実際やってみましょう。じゃあ実際やっていきましょう。じゃあ早速やりましょうか。どうぞ。あれ死んだ？あれどっから？ね、仲間が死んだか分からんですね。あ、けどこれぶっこきてる、ぶっこきてる、切りてきてる。あ、一人死にました。リロードする。そっち来るかも。こっち来ていける？あ、いいですよ、いいですよ、いいですね、いいですね、いいですね。ディフュースね、それ。あ、じゃあ、ナイス。ディフューザー落ちってこと？起こすね、ディフュー。はーい。守ったら、山さん、これ、ディフューザーも。絶対守る？外出てもいいかも。オッケーっす。あ、待て待て待て、めちゃくちゃいいこと考えた、俺が。やばい、なんか下で味方みんなやられてる。どうしよう。やだ、山さん、こっち来て。了解です、了解です。はい、じゃあ俺こうしとくわ。うん、で、これで俺こうしとくから。オッケー。なんで？なんで？ね、全然意味が分からない。ちぇー、大丈夫、大丈夫、本当に、本当にいけるね。コーチングだよ、コーチングだよ。オッケー、信じるからね。うん、コーチングだから、これで、これできなこさんのこと殺しに来たやつ、俺が殺す。おい、ほらほら倒したほら、な？ナイスナイスナイス。あとどこ、あとどこ、あとどこ。それは俺の知る限りではない。残り15秒。あ、縦縦縦のとこ行っていいと思うよ。縦のとこ行っていいと思う。残り5秒。全然来ない。うん、どく。ナイスー。ほら、ね？いや、ホラーじゃないよ。いや、ホラーじゃないよ、なんか自信満々言ってるけどね。え、何、勝ったのになんか文句言うタイプ。いや、今俺が強かったからね。なんか勝ったのにさ、コーチングなんか、いや、今のはみたいなこと。あ、いや、もうさっさないコーチングやめてほしいよ。そういうタイプかー、キチー、こういうタイプのコーチか。外れ引いたな。完全にこれ、いやいや、それこっちのせいだわ。こういうタイプのコーチか、マジか。なんかあれだよね、ラウンドとか取った後にうだうだ言っちゃうタイプだよね、なんかクレパクさん来ねえかな、マジで。待って待って、もうめっちゃ来てるって敵。だいぶ、守ってきた。俺大切。ああ、ひよっちゃった、ひよっちゃった。あ、ひよっちゃったね。まあまあいいんじゃないですか、ひよるのもね。え、あれ、あ、それ勝てねえの。まあ今回は譲ってやったみたいなとこあるよね、相手にキルを。あ、キルをね。うん、あ、わざとか。だってこっち元気さん言うからね、プロゲーマーってコーチングしてくれてる。いや、まあまあまあ、さすがにね。まあ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 、4対5でも勝てるし。だってこっちコーチングだって大々的に言ってんだから。別にハードルってすげえ言ってくれてるからね。別にハードル上げてもらって全然大丈夫ですよ。マジで全然大丈夫してくれるんだろう。あ、全然大丈夫だけど、俺どんなプレイ見せてくれるんだろう。いやいい感じだよね、これ多分。何にも困んないよ、俺別に。ここが強いのかな、どんな感じで。まあ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 、今から皆さんに魔法をかけたいと思います。ほら、見て、仲間が強い。何もしてないよ、何もしてないよ、ほら。ちゃいすごい、わかる。俺らが現地いるから、あいつ頑張って戦いたいのよ。ああ、そうそうそう。
後ろに剣気がいる安心感っていう。あー父の背中ね。そう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 。だからここでほら見て、これ足見えてる。足見えてるよ。足見えてるよ。足見えてる。これつま先打てるんですよ。これつま先中心に。もう相手の足ズタボロにしてるよ俺が。あいつがもうあと1回ピークしても相手の足ズタ。当たってないよ。え、当たってないよ、ケンキさん。ね、待った当たってないよ、ケンキさん。俺がズタボロにしてるって言って。パフォーマンス、パフォーマンス。エンターテインメントよ、エンターテインメント。エンターテインメント。そこにケンキさん、分かってる。あれ、これね、これズタズタで。ズタズタよ。ほら、はい、足折れた。はい、足折れた。はい、足折れた。ほらね。味方が強い。いやいや、だから、いやいや、待って、これ。俺が足当てて、相手負傷してるからもう動けない、ほら。もう足折れてるからこれね。全然動いてたよ、全然動いてたよ、元気さん今左右に動いてたよ。アドレナリンって知ってる？あーなるほどね、そうそうそう、ドバドバだったんだよ。ドバドバだから別にその足打たれても動ける人はいるから。元気さんだって俺とキルス変わんねえもんあれなんか教えてもらってる側だからね俺。いやいや俺が本気出してどうすんだよコーチングなのに。あーなるほどね、わかる。いやこれ伝わんねえか、わかんねえか。本気じゃないんだ今。いやだからあれだよね、なんかその子供の頃やってくれた親のこと分かんないみたいな感じだよね。まだまだ分かんないか。まあしょうがないね、まだ早いよね。なんかのわりにはさっき狩りであって言って死んでたけどなんだったんだろう俺結構ふぬけた声であって言ってたけどな。わかった、あとじゃあミッシュやるよ俺の本気。うわぁ、あれもしかして舐めてる。あれそれそういうことか。あ、そうそういうこと、そういうこと。いや結構前人間なことをしてて、まだキャオクカメラなんだよ。これでこれで元気さんの見えるからね。こういう感じなんですよ。うまい。なんかこうやって殺すんですよ、こういうやつは。お、なんかすごい視点移動プロっぽい。いやいや、もっとプロ、もっとプロ。すごいプロっぽい。なんか上級者みたいな視点移動してる。もっとプロ、もっとプロ。上級者、上級者。比較的上級者よ。お、うまい。うまいよ、俺。うまい。実は俺が通った後何も見ないから、残んないからね、マジで。言っとくけど何も残んないよ。うわ、プロっぽい動きしてる。何も残んないからね。俺言っとくけど何も残んないよ。これどうするかって分かる。ここは強いですよ。危ない。ああ落とされたんだけど今。いや味方のスレッジうまかったな今。待て4キルだって。見て見て、俺をもっと見て、俺をもっと見て。いやーちゃんとプロだったな。あれこれ目見えてない。すげえかったな。あれジジおかしいな。